シルビア、またはシルビアは、火星と木星の間の小惑星帯にある大型の小惑星である。非常に暗い色をしており、原始太陽系の頃に形成された小惑星と考えられる。メインベルトよりも遠くの軌道を周回していることから、キュベレー族に分類される。複数の衛星を持つことが確認された初の小惑星である。 シルビアは1866年5月16日、イギリスの天文学者、ノーマン・ポグソンによって発見された。ポグソンは当時、インドのマドラスで観測を行っていた。命名理由に関してポグソンは、この小惑星の発見報告論文において、古代ローマの女神であり、森のレアを意味する、レア・シルイアにちなんで名付けたと説明している。日本では、 2014年に延平が観測され、楕円の形状が明らかとなっている。シルビアと2つの衛星2001年と2004年に、シルビアに計2つの衛星が発見され、それぞれレアシルビアの2人の息子とされるロムルスと、レムスの名が与えられた。これらの衛星の発見により、シルビアに関する厳密な体積と密度の測定が可能となった。 そして測定の結果、シルビアの密度は他の小惑星に比べて極めて低いことが明らかになり、小惑星の表面は多数の穴が存在し、スポンジのような状態であることが判明した。このため、シルビアは衝突によって破壊された天体の破片が最終積したラブルパイルであり、二つの衛星は取り残された破片から生まれたと考えられている。ありがとうございます。